はい、エジプト考古学者の河江です。今回はですね、なんと、愛媛大学の金属考古学の専門家、特に鉄器の専門家であるですね、村上康之先生に、この YouTube の方にご登壇いただくことになりました。実は2017年に愛媛大学で開催された国際シンポジウム、文明と金属器、普及とその過程というものがあったんですけれど、そこに私の方もギザのピラミッドの銅と鉄というタイトルで発表させていただきました。その時からのご縁があって、村上先生とはその後、何かにつけてですね、いろいろ金属について、お話をお伺いする機会があったんですが、その村上先生の方が、クラウドファンディングの方を始めてですね、宇宙からのその贈り物、隕鉄、古代エジプトでも隕鉄というのは、もうかなり昔、前王朝時代から見つかっており、私のその専門であるギザのそのピラミッドからも、実はその隕鉄というのが発見されています。ただこのあたりちょっと少し、その分析に関しては、議論が、あるんですが、はっきりしているのは、それから1000年以上経った新王国時代、第18王朝のツタンカーメン王墓からは隕鉄の、半券なんかが見つかっています。で、クラウドファンディングの方ではその隕鉄半券、こういったものをどのようにして古代人が加工したのかというのを実験考古学によって明らかにしようという試みを行っています。私もその一員としてですね、関わっているんですが、その村上先生が、この YouTube の方で実際にその古代の鉄というものが、どういったものであるのか、そしてそのクラウドファンディングで、どういったことを明らかにしようとするのかという、ご講演、作っていただきましたので、ぜひ皆さん、ご覧ください。皆様、こんにちは。私は、愛媛大学アジア古代産業考古学研究センターの村上康之と申します。私は今、河江幸徳先生と一緒にプロジェクトを作りまして、あるテーマについて研究を進めようと、クラウドファンディングを行っているところです。その宣伝をさせていただきたい、ところですけれども、そのプロジェクトに関するお話をですね、少しだけ今回させていただきたいと思います。まずはこの写真をご覧ください。これはロシア語のオトメトリア、メテオリータドクリーツという、隕鉄から錬鉄までというテーマの本です。この本はロシアとドイツ、そしてウクライナの研究者たちが共同して、作りました。刊行は2021年でした。この続刊が2、3というふうにある予定だったんですけども、もうその刊行というのは期待できなくなったということは皆さんお察しのことだと思います。しかしこの本の中には、最新の人類が使用した鉄器に関する最新の考古学研究成果、金属学的な成果が収められてまして、非常に有用な本です。このテーマを借りまして、私は今回皆さんの前で、人類と鉄の開口、隕鉄から錬鉄へというテーマでお話をさせていただきます。鉄の話の前に、まずは最初の金属としての銅の話をしなくてはいけません。この地図は、ロシアの研究者チョロニフが示した最古の銅器の分布範囲なんですけれども、中近東にですね、このようにこの赤い、赤で示された範囲の中に銅鉱山があって、そしてその赤丸のところで1万年近くまで遡る、銅の製品が出ているということを表す地図です。この銅がですね、なぜ人間の前に現れるようになったかということは説明する必要がありますが、これは氷河期の終了と非常に関係があります。皆さん、氷河期というと氷、雪に覆われた世界を連想されると思いますが、実はそれは高緯度地域や標高の高いところでの現象でして、中近東地域ではこの時期強い風雨が吹き荒れまして、陸地を浸食しておりました。その結果、
さまざまな金属が地表に露出するようになるんですが、その一つが銅でした。例えばこういうものですね。こういうものです、スライドでもお見せしますけども、こういったものが銅分を含んだ石の表面からニョキニョキとこう出てくるわけです。でこういったものをおそらく産地民が採集して、そしてそれが交換されて有力者の手に渡る、そしてそこで装身具に加工されて使用されたということが言えるのではないかと思いますが、まあ、このように氷河期というのは一般的には旧石器時代と考えられてて、旧石器時代が終わると新石器時代というのが一般的な考え方なんですけれども、しかし金属と人類との出会いというのは旧石器時代の終わり頃にもたらされたということが言えます。それから5000年経ってようやく人類は銅鉱石を溶かしてですね、砕いて溶かして銅を得ることができるようになります。非常に長い年月です、5000年と言いますと。で、ここにありますように様々な炉を作ってですね、銅を作れるようになるんですけれども、おそらくは地表に落ちていた銅鉱石をもう取り尽くしてしまった、そのためにこういった工夫をして銅を抽出するということが努力されたということが言えるのではないかと思います。そしてその頃人類は鉄と出会います。中近東ではこの銅製錬を開始する頃に鉄に出会うということが言えると思うんですけれども、その鉄は陰鉄でした。ご覧ください。これは陰鉄ですけれども、表面が大気圏に入った時にですね、ドロドロ溶けましてこういった様相を呈していますが、この陰鉄はこのサイズ様々です。大きいものもあれば小さいものもあるんですけれども、どうもその小さいものをですね、素材に作ったと思われる製品で最古のものがエジプトの先王朝時代、同時代と言っていいかと思いますが、ゲルゼ墓地から発見された陰鉄製のビーズです。これは紀元前3300年頃まで遡ると言われております。これを最古としてこれから1000年ぐらいですね、の間各地でこの小型の陰鉄製鉄器というのが発見されるんですけれども、私がフィールドしておりますウラルやロシアでもですね、こういった銅製品の中に混じってこの赤で囲まれたような陰鉄製製品があります。非常に限られた副葬品の多い限られた墓地の中で集中して出土する傾向がありまして、やはり希少価値として取り扱われたものであろうというふうに考えられます。で初期の段階はこのように得体の知れない小さい装飾品か、あるいは一体これがどういう機能を持つのかわからないような鉄器が多いんですけれども、それから1000年近く経ちますとこういったツタンカーメンの探検のようなですね、見事な造形をした鉄製品も出てまいります。先日河合先生がツタンカーメンのお話を NHK の番組の中でなさってましたけれども、このお墓ではこの探検だけではなくて、あと数点やはり装身具ですとか小型の蚤のようなものも出ておりますが、全て陰鉄製品です。でこの陰鉄に関しては考古学者だけではなく、あるいは金属学者だけではなく、さまざまな研究手法で語られているんですけれども、注目すべきはルーマニア出身のミリチャ・エリアエデ、彼は宗教人類学者でしたが、このような指摘をしています。鉄を支持する最後の言葉たるアンバルというシュメール語は空と火の象形文字からなっている。それは普通天上の金属もしくは星の金属と訳される。また天井隕石の輝きだとする。もう一つはけれども隕石の使用は本来の鉄器時代を進捗させるには不適当であった。それが続いている間は金属は珍奇なものにとどまり、それは均等の味ぐらい貴重だった。その使用を多かれ少なかれ儀礼的だったと述べられておりますけれども、まあ、実際の出土品を見ましても実用疑われるものが多いものですから、やはりこのエリアでの研究には耳を傾ける必要があるのではないかなと思います。それでは鉄鉱石を溶かして作った鉄、つまり人工鉄というのはいつから現れるのかと言いますと、例えば日本を代表する中近東の考古学研究者大村幸弘先生がですね、発掘されているカマンカレ保育遺跡では、ヒッタイトの時代をさらに遡る時代の鉄塊、あるいは鉄塞、鉄のスラグですね、そういったものが発見されております。
実際に私たちもこの釜ヶ原浴の発掘に参加させていただいたんですが、この黄色い矢印の酒が紀元前2000年頃、今から4000年頃の前期青銅器時代の層が出ているところでありまして、ここで実際に鉄製品が、まあ、鉄が出土するのを体験させていただきました。非常に小さい鉄なんですけれども、おそらくそれだけでも価値があるというものだったのではないかなと思います。それではこういった前期青銅器時代の人工鉄というのはどのような技術で作られたんでしょうか。それを明らかにしたのが現在大変なことな紛争地になってますが、イスラエルにあるティムナ渓谷の同性連遺跡群です。これはもう1980年代の著作であります The Coming of the Age of Iron という本の中でももうすでに触れられております。ここではたくさんの銅製品の中にこういった鉄製品も含まれておりました。こういうこう丸い輪っかのようなものがありますが、これはすべて丸いものは指輪というふうに考えられています。また棒状の霧のようなものがあります。これはすべて隕鉄ではなく人工的な精錬でできた鉄なんですけれども、ではその鉄を狙って作られたのかというとですね、そうではなくて銅あるいは鉛精錬の副産物として偶然に生成した鉄であるということが分かりました。ですから鉄を狙って作った鉄ではないわけですね。まあ、こういうことが本当にできるのかどうかということを我々も体験したく実験したんですけれども、この左上の緑の炎はこれは銅イオンが作り上げた炎なんですけれども、銅を精錬している中に鉄鉱石を投入しまして炉の底に銅塊ができます。スラグと銅塊ができますが、この銅塊を反射しましたらやはり十円玉のようなですね、銅の色の中に銀色の鉄ができているということを体験することができました。しかしそれはあくまでも副産物ですので、主産物としての鉄はいつから作られるのかというのは別に考えなくてはいけません。そうしますと今のところ中近東ではまだそのもっぱら生産するために作られた炉というのは今のところ分かっておりませんが、黒海の対岸にありますウクライナでは後期青銅器時代紀元前12世紀に遡る製鉄の炉が発見されております。私たちもこの炉の資料を調査に行く予定だったんですけれども追跡できなくなりました。ただこのように鉄を専用に作る炉があるからといって本当に鉄が青銅器のようにですね、それまでの利器の中心である青銅器を凌駕するのかっていうと、実はそれはそう簡単には言えないようであります。河合先生と私と一緒のプロジェクトに入っていただくオリエント博物館の津本秀津先生の研究によれば、このグラフにありますようにですね、圧倒的に青銅が多い段階から紀元前12世紀から11世紀10世紀と徐々に青銅器が減って鉄の割合が増えるということを明らかにされました。しかしまだ完全には青銅器を駆逐しているわけではないわけなんですけれども、真にその鉄器の時代っていうのはいつ訪れるのかというとですね、これについては先ほどの大村幸宏先生と一緒にカマン・カレコユクの調査などをされて、特に鉄製品の分析や検討をされた増渕マリア先生が次のように述べられています。紀元前10世紀から9世紀頃に精巧熱処理技術を伴う新しい文化が重要されて、紀元前8世紀以降にですね、鉄製品の出土量も増加して技術的にも成熟した真の鉄器時代に至るということであります。熱処理、例えば焼き入れですね、そういったものをそういった技術があって初めて強靭な鉄となる。それが紀元前10世紀以降に起こり、紀元前8世紀以降こそ真の鉄器時代だという表現をなさりましたが、非常に私も思考する考え方であります。この頃っていうのはこの造形の難しいバグにもですね、鉄が現れ始めます。さまざまな性質の鉄がいろんな生活のあらゆる場面で使われるようになった時代、これが紀元前8世紀という段階ではないかなと思います。この時期を迎えますと次にやってくるのは、私がフィールドとしているところではスキタイなどの時代になってくるわけなんですけれども、これ以降ますます鉄や鉄器生産の技術というのは発展していくということになるということが言えます。さて、ここまでお話をさせていただきまして、最後に私の
プロジェクトについて、説明させていただきます。私は現在河合幸則先生あるいは津本秀俊先生と一緒にですね、こういうテーマでクラウドファンディングを行っております。このプロジェクトではご覧いただいたような世界最高級の隕石製鉄器をですね、復元して、でその技術を明らかにする。それだけではなくて、ほとんどのその最高級鉄器というのは錆に覆われたり崩壊寸前のものが多いものですから、隕鉄製鉄器の色や輝きというものをぜひ見て記録していきたい、で多くの人とそれをですね共有したいというふうに考えております。例えばこれは先ほども言っていただきましたツタンカーメン王墓の探検ですが、後でご紹介します三上貞直東照がですね、隕鉄を作ってこういった探検を復元してくれました。これはあくまでも試作品です。現代的な家事技術で試作したものでして、我々としては当時の技術はどういう道具を使ってたかということも考えながらですね、復元に取り組んでいきたいというふうに考えております。このプロジェクトは先ほどもご紹介しましたように、河合先生それから津本先生だけではなく、これを実現してくれるのがですね、東証梶氏です。三上東証それから明珍池の梶氏さんたち、この3人のプロがですね、我々と一緒に研究し、そして造形を実現していただくということになります。このクラウドファンディングレディフォークから挑戦しておりますけれども、ぜひご支援賜って人類最高の鉄、あるいは本日見ていただきましたようなエジプトのさまざまな隕鉄製鉄器も復元していきたいと思っておりまして、そのできたものを皆さんにぜひ見ていただきたいというふうに考えております。ただ締め切りが4月26日と迫っております。関心を持っていただいた方にはぜひご支援の賜りたくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん良質な古代エジプトの、コンテンツを上げていきたいと思いますので、引き続きいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。